こんにちは、一作さんの大家です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらはですね、軍勢吹田剣道店の、パーソナルレッスンスタジオなんですよね。まあ、ちょっと狭い部屋なんですけれども、他にもですね、大きいスタジオが2つあります。こちらに鏡があるんですけれども、まあね、とてもいいクラブなんですよ。いつもね、こちらに来てる、メンバーの、ね、お客様の方のおかげで、楽しく私の方がですね、もういい気分にさせてもらってレッスンさせていただいてます。で、またスタッフもすごくね、みんないいんですよ。ハートフルなんですよね。やっぱりね、このハート大事ですよね。で、今日もですね、皆さんこのようにYouTube の動画を通じてつながってくださって、ハートフルにつながってくださってありがとうございます。今日はですね、お腹の効果的な引き締め運動をいくつかやりましょう。とっても効き目があります。で、腹筋といってもですね、実は、いくつかあるんですよ。大雑把に言うとですね、ここの溝落ちからこの恥骨までの縦長の腹直筋という筋肉があります。で、これはシックスパックって言われてるんですけど、ポコ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 とね、筋肉をトレーニングしていくと、ポコ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 とね、よくビルダーの人とかお腹割れてるじゃないですか。あんな感じになるので、シックスパックっていうんですね。そして斜めにこう外腹斜筋、外側から斜めに外腹斜筋で、逆に骨盤の方から内側に向かって内腹斜筋、ね、外腹斜筋と内腹斜筋と筋肉があります。そして、こう腹巻き状の骨盤の、ね、ところから、こう肋骨のあたり、腹巻き状の腹横筋という筋肉があります。で、ハンってね、咳などをすると、お腹ポコポコ動きますね。これは今言った腹横筋が特に、反応しているわけなんですね。で、くびれていきたいという方は、この斜めの筋肉を使うといいんですよね。ということで、この斜めの筋肉を使うってことは、こういうちょっとこうツイストするような動きとか、こうね、絞り出すような動きが効果的なんですね。で、それ以外にもこの腹横筋を鍛えることによって、体の全体的なサイズ感が鍛えできます。ということで、一緒にやりましょう。今日はですね、ちょっと床のワークになってしまいますので、見えにくいかもしれませんが、これぐらいでね。じゃあちょっと離れます。じゃあまずですね、腹筋を効果的に動かしたいんですけども、股関節と、腰椎、膝が良くなる動きをちょっと紹介したいと思いますね。で、それをやってからの方が体の反応がいいですから、何回か紹介したことある動き、簡単です。パタパタパタ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、横です。1、2、3、4、これは膝、股関節が辛い時にもおすすめです。で、今もこれもお腹の筋肉も反応しています。はい、ジャンプ上、パタパタパタ、横揺らし、小刻みになるところがポイントです。はい、そして、片足ずつでもいいんですけども、両足やっていただいてもいいんですが、片足ずつ回旋します。1、2、3、股関節と膝が良くなります。はい、で、片方をやるとちょっと今動いた足のが長くなってるなっていうのを感じると思うんですね。はい、反対、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、じゃあここまでですね、股関節と膝と、とても良くなりました。あと、ね、この骨盤や腰椎も良くなってます。で、このまま仰向けになった状態で、見えますかね、パタパタパタ、全身ね、ブルブルブル、このブルブルもお腹が結構引き締まるんですよ。そして背中をちょうどマッサージするような気持ちでブルブルします。で、おまけに声を出すと、より効果的に声を出すということで、息を吐きますしね、あーくんってことです。あーくん、はい、そして足をこういう形で、こんな形なんですけども、股関節の膝を良くします。無理のない足の角度にしてください。そして、はぁーっと思いっきり吐くと、お腹がペタッと沈むんですが、尾低骨側から、高さは気持ちよい高さに、この内ももが伸びてますね。膝と股関節も良くなります。はい、じゃあお腹の筋肉を使う感じになるんですけども、縦方向にバウンディング、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、横、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、下ろします。これで実は開脚もしやすくなっているんですけども、このままお腹の下腹を意識して、恥骨に近い側から落ちます。1、はい、2、はい、3、
腰高が良くなります。骨盤も良くなってます。と、はい、ではここで足をグラ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 。さあここからがですね、特にまたお腹を感じていただきたいんですけども、腰をペタッとつけた状態でまず膝も良くなりますが伸ばします。お腹を意識して、下から意識しますね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度レベル2なんですが、上から下までここをペタッとつけます。足を遠くに遠くに、そしてシューッと戻します。はい、1、2、下げますよ。3、4、いきます。はい、1、2、1、2。これ足も引き締まります。そして今もこれからも元気に歩く走る上で鍛えておきたい体幹と足のね、つながってる筋肉を良くしております。はい、1、2、腰ペタッとつけて、3、息を吐く手段として声出していただいてもいいと思います。はい、そして今度は首でボディということで、腰と脇腹、背中の気持ちよくギューッとツイストしましょう。はい、お腹の力を使って、はい、臓器を絞るイメージでギュッギュッギュッ絞ります。キュー、はい、コントロールして1、2、はい、1、バターンと落とさないところがポイントなんですよ。ギューッとお腹を絞り出す感じ、ギュー。そしてもしよかったらここからギュッと伸ばしますね。はい、コントロールしてギュッと、あれですか、くびれ出てますよ。はい、1、2、はい、腰も4つも良くなる。3、はい、腰回りが無駄になって、お腹が引き締まって、くびれボディになります。うわぁ、ちょっと体が分からなくなってきました。はーい、そして、ぐっとお腹をしっかりしますが、太もも、股関節、足、お腹の引き締めで、はい、せ。で、これでですね、よかったら、伸ばしてやります。ガバ、1、これ効きますね。2、はい、3、はい、4、はい、5、まだいきますか。はい、6、はい、頑張りましょう。7、腰ペタッとつけて、8、はい、9、頑張りました。そして背中をちょっと浮かせるのと、お尻も浮かせたいですね。はい、そう、お腹がぺったりしました。じゃあ両手をぐーっと伸びて、はい、ここからですね、起き上がっていってみます。起きにくくなったら足を掴んでください。はい、そしてグッ、お尻を持ち上げます。はー、下ろしますね。下ろすときにゆっくりちょっとずつ、ちょっとずつ下ろしますよ。ふー、はい、ちょっとずつローラップ、ここで足を向こうに引っ張られてるイメージで、ちょっと難しかったですか？足につかまりながらでもいいですよ。で、ここでもう一回骨盤を持ち上げると体のバランスが良くなりますので、はい、これをやった後のが起き上がりやすいんですよ。じわじわじわ、はい、起き上がってきます。わー、どうでしたですか。はい、もう一回持ち上げますね。では最後にちょっとできる範囲でチャレンジ見てみましょう。マイペースでいきますよ。はい、1、2、3、4、4回ぐらいにしておきましょうか。くびれます。ちょっと難しいですけども、首が痛くなったらお腹を使ってないという証拠です。首が痛くならないように、マイペースで高さ低くてもいいですから、はい、1、2、3、4、はい、ということで、さ、最後の仕上げはですね、立ち上がってくびれボディブルブルシェイプしましょう。あ、ちょっと打ち込まないと、この辺、はい、行きますよ。ブル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 ブ
ブル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 。はあ、ということで、いかがでしたでしょうか。今日は、ちょっと股関節、膝、骨盤が良くなる、リセットワークをやり、でその後にですね、くびれボディになるようにお腹の腹横筋もしっかり使って足を動かす、腹筋と足の引き締まるエクササイズを行いました、まあ、足も引き締まるんですけれども、どちらかというとお腹を感じて、お腹に効いてるなというのを感じて動いていくと、とてもいい、効果的です。引き締まります。引き締まるだけじゃなくて、今もこれからも元気で歩いたりいろんなことをする上で必要な筋肉のトレーニングです。でちなみにお腹の筋肉というのはすぐたるむんですよ。だからしょっちゅうやらないといけないんですよね。で逆に言うと腕とか足とかが楽に動くためにもお腹の筋肉というのは大事です。ということで、昔から腹を据えて腹を決めるという、ね、言葉もありますからね。はい、ということで皆さん今日も最後までありがとうございました。よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。インストラクターの小林でした。ますますハッピーですね。ありがとうございました。